こんにちは、OK先生です。今回は国語 YouTuber として3年間 YouTuber をやってきた OK 先生が YouTuber の裏側の世界を全部お話しします。今回のテーマを Q&A で答えようと思ったその理由は、去年秋田県と兵庫県の2つの高校でリアル授業をした時、生徒たちから YouTuber に関する質問が集中したからです。OK 先生、YouTuber の秘密教えて。1日どれぐらい仕事しているのとか、サムネを作るときに気をつけていることは何かとか、すごく聞かれました。その時に OK 先生は思った。みんなにとって YouTuber の世界って未知の世界なんだな。だからもっと分かりやすくみんなに分かってもらえるように伝えないと、そういうふうに思いました。ちなみに OK 先生は国語の YouTuber として3年で5万人の人に登録してもらって YouTube を仕事にすることができました。今回はその仕事の裏側すべてをみんなにお伝えしたいと思います。みんながこの動画を見終わったら、え、自分も YouTuber になれるかもって思ってもらえたらすごく嬉しいです。最後まで見ていってください。まず YouTuber の仕事は一般的な会社員とどう違うのか、その特徴についてお話ししたいと思います。まずは YouTuber って働く時間と場所、あと服装が自由なんだよね。好きな場所で好きな時間に仕事ができる。オフィスで仕事することに縛られることなく、スーツとか革靴とかネクタイを締める必要もない。時間も自分のライフスタイルに合わせて好きな時に動画を作ることができる。満員電車で小さくなって通勤する必要もないし、会社の近くに住む必要もない。日本の中で、いや世界の中で自分が住みたいところを見つけてそこで暮らすことだってできる。仕事内容も自由度が高いよ。一般の仕事ってルールとか仕事の内容っていうのがすでに決められていることが多い。上司とか会社の指示で時にはやりたくない仕事もしなければならない。でも YouTuber っていうのは何をやるのか、それをどうやってやるのか、全部自分に任されている自由なんです。自分のスタイルを決めて、自分が興味を持っていること、面白いと思うコンテンツをバンバン作っていくことができます。そして収入、これもかなり違う。だからここ理解されにくいんだけど、一般の仕事はクビにならない限り、毎月毎月給料日が来ると、お、給料が銀行に振り込まれたっていう風になる。これは就労所得とか固定収入って呼ばれるんだけど、働いた時間と引き換えにお金がもらえるっていうのが就労所得で、毎月同じだけのお給料がもらえる固定された給料です。ところが YouTuber の収入っていうのは受動所得、不労所得と呼ばれる。この不労所得っていうのは最初は努力が必要だけど、その仕組みを作り上げた後はそれほど手をかける必要なく、ほっといても収入が入ってくるという仕組み。受動所得は毎日何時から何時まで働くといった自発的に自分から仕事をしなくても獲得できる収入のことです。パッシブインカムとも呼ばれています。だから YouTuber の場合は一度動画をアップロードすればずっと頑張ってその動画が勝手にお金を稼いでくれるっていうこと。寝ている間も休みの日も働かなくたって収入が長期間にわたって入ってくる仕組みを作ることもできます。この収入の部分は話せば長くなるので、まあ今回はこれぐらいにしといて、また機会があれば別の動画で詳しく話していきたいと思います。で、誰のために仕事をするのかという部分も違います。会社員は基本的に会社のために働いたり、時には上司の命令に従って働くことになります。ところが YouTuber は日本のまた世界の視聴者に見てもらうために動画を作る。視聴者と直接コミュニケーションを取りながら、その反応を見ながら動画を作っていくというのが基本です。動画をアップしたと、あ、この動画は喜んでもらえてるなとか、うん、この動画はいまいちかなとか、リアルタイムで調整しながら次回の動画を作っていくっていうのが基本スタイルです。また YouTuber はいろんな収入源を持つことだってできるし、しかも自分で作り出すことだってできる。動画をみんなに見てもらうことによる収入、広告収入だけではなく他にも収入を得る方法があるっていうことです。会社員だったら基本的にその会社からしか収入を得ることができないけど、 YouTuber はいろんなところに収入源を持つことができる。 YouTube の中の広告収入だけではなく、スポンサーから収入を得たり、商品販売をして収入を得たり、
メンバーシップなんかを取り入れて、いろんな収入源を持つことができるんです。まあ、でもこれは OK 先生はやってないんだけど、やりませんかっていう誘いはよく OK 先生のもとにやってきます。また、画面の外に飛び出して、外の世界で活躍することだってできる。OK 先生だって、学校に呼ばれてリアル授業をしたり、今本を書いたりしているんだけど、そういうこともやりたかったらいくらでもできて、収入源を増やしていくことができます。というわけで、YouTuber って良さそうだなっていうふうに興味を持ってもらえたかもしれない。そこで、OK 先生が YouTuber の面白いところ、YouTuber やってて良かったと思う点を具体的に挙げていきたいと思います。まず YouTuber は好きな場所を選んで仕事ができる。時間だって自分のライフスタイルに合わせて好きな時に仕事ができるっていうことだけど、これはでかいよ。大人になると中学生とか高校生の時と違っていろんな事情が出てくる。結婚したり、子供ができたり、子育てをしたり、自分のぴったりの家ってどんな家かなとか、周りの環境についても考えるようになる。その時、時間とか場所に縛られずに仕事できるっていうのは本当にでかい。OK先生は外国で暮らしたいなとか、自然に囲まれた環境の中で子育てしたいなっていうふうに思っていたから、それに合わせて住む場所を選ぶことができたり、仕事をすることができた。クリエイティブな自由度もあるから、これもすごくいい部分です。一般の仕事って自分のやりたいことをなかなかやらせてもらえない部分もある。でもね、YouTube だったら基本的にもう自分がやりたいことをどんどんやっていくことができる。自分のスタイル、興味を広く広げて、動画を作っていくことができる。OK先生だったら文章を読むのが好きだから、それを仕事としてもういっぱい文章を読むことができてめっちゃ幸せです。それをみんなに解説できるっていうのは本当に楽しいことだっていうふうに思っています。さらに視聴者とコメントなどで直接つながることができるのも面白い。学校での様子とかを教えてもらったり、OK先生の動画を見て成績を上げることできました。こういうふうに報告してくれたりして、すごく嬉しいです。時にはリアル授業に来てくださいなんて言われることもあるしね。で、さらにびっくりしたのは、教科書の作者から直接連絡が来るっていうこと。OK先生は文章を読むのが大好きだから、その文章を書いた人と話すことができるっていうのは本当に嬉しい。そしてさらにびっくりしたのは、国語教科書の作者、AI 博士こと松田優馬博士と直接会ってご飯まで食べていろいろ話させてもらったっていうこと。で、秋田の高校まで一緒に行って、たくさんの高校生たちの前で講演することができました。こんな体験ができるなんて YouTuber 始める前には思ってもいなかったからね。本当にもうめっちゃ感激です。だからみんなも迷っているんだったら、思い切って YouTube に動画を出してみて YouTuber になってみたらいいんじゃないの？こういうふうに言いたいところなんだけど、こういうふうにいいところばっかり言って動画を終えるっていうのはフェアじゃない。なので次は OK 先生が経験した YouTuber の大変なところを紹介していきたいと思います。こっちも覚悟してしっかりと聞いていってください。YouTuber の仕事の大変なところ、これがまた笑い話では済まされない。まずね、YouTuber として仕事を始めるとき、しばらくは収入が不安定っていうかゼロです。最初の数ヶ月間、あるいは数年間は広告収入が入ってこなくてゼロ、あるいはめっちゃめっちゃ少ない。実家で暮らしてるとか、貯金で暮らしていくことができるとか、そういった状況じゃなかったら、YouTuber 一本でやっていくっていうのは最初とても大変だと思います。でもね、逆に今、学生で、中学生とか高校生で、衣食住には困っていません。家賃も払わなくていいし、食事も親が作ってくれて、お腹いっぱい食べることができますって言うんだったら、今のうちにやりたいことをやっておくのがいいかもしれない。だって失敗しても生活には困らないんだから。実はこの大きなアドバンテージ、中学生とか高校生のみんなはあまり気づいていません。大人になったらこのアドバンテージはなくなるからね。で、そうやって YouTuber 始めて失敗するかもしれないって言ったって、YouTuber の仕事で失敗して借金ができちゃいましたなんてことは基本的には起こらない。
だから失敗しても怖くないというのが YouTuber。 これがラーメン屋を開くとか、これだったら大変だよ、お店を借りたり内装したりいろんな材料を買ったりして何百万円も必要になってくる。でその後にそれが借金として残ることだってあるし、自分のお金使ったとしてもそのラーメン屋が潰れたとしたら何百万円ものお金が返ってこないということだからね、かなりショックでかいよね。でもしこれが株を買って儲けようと思ったって、それだって失敗したらやっぱり借金が残る可能性もある。でもね、YouTuber は違う。スマホ1台からできる。もちろんあとパソコンぐらいはあった方がいいけど、それだってお店を借りたり株を買ったりするよりもずっと安いでしょ。しかも YouTuber として失敗したって、そのスマホとかパソコンとかは自分の手元に残るでしょ。だから失敗したって失うものと言ったら、そうだな、そこに使った自分の時間くらいかな。でもね、この時間だって無駄に捨てたってわけじゃないよ。だって YouTuber をやってる時に覚えたスキル、例えば撮影の仕方とかセリフの書き方、編集の仕方、パソコンの使い方なんてものは自分の元に残るからね。こういったスキルは後々いろんなことに使えます。だからみんなが勉強するにしても時間を使っていると思うけど、 YouTube をする上で使った時間というのは自分に財産になるということを覚えておいてください。こんなことができるチャンスっていうのは人生で何度もはないんだよね。一人暮らしを始めたり、家族ができたり、今すぐお金が必要になったり、この先の人生の事情で後々やろうと思っていたことができなくなったりする。だから今もしできるんだったら、そういった状態なんだったら思い切って YouTuber やってみるのもいいよ、そういうふうに OK 先生は思います。っていうふうに YouTuber になることを勧めているんだけど、今ここで話しているのは YouTuber をやる上で大変なことをまだ話していないからね。ここでまた本題に戻ります。YouTuber になるために大変なこと、それはやっぱりこの仕事、 YouTube を仕事とするまでには努力とそれを継続する時間とか必要だということです。最初はうわこれどうなるんだろうっていうふうに苦しいと思う。 OK 先生も最初動画を作れるようになるまでここまでも大変だったけど、さらにその後一生懸命作った動画をアップしても誰も見てくれない時のショック、それはかなりでかかった。視聴回数5回とか登録者7人とかね。でもうまいやり方でコツコツやっていくと、徐々に徐々にだけど、おちょっといい感じになってきたかもってなるんだよね。もしそのやり方を知りたいって人はコメントください。また別の動画で答えていこうと思います。あとね、 YouTuber の大変なところ、それはこの仕事、時間の制約がないんだよね。これがまたね、一見素晴らしい自由のように思えるんだけど、それっていつでも仕事モード全開にしなければならないっていうことなの。ぼーっとしていて何も考えてなくてもどんどんチャンネルが成長してきましたって、そんなうまい話はありません。だから一日中、あ、これ動画のネタになるかもとか、この文章ってどういう意味かなとか、いろいろ考えちゃって、逆に家族と過ごす時間とか自分の趣味に使う時間とかがなくなっちゃう可能性だってあります。あとね、場所の制約がないのもいいとこなんだけど、これもまたどこでも仕事しちゃうっていうことになる。カフェでリラックスしようと思っても、あるいは旅先でゆっくりしている時でも、ふとした瞬間に、あ、これこういうふうに伝えたら面白いかなとか、 YouTube につなげちゃって、結局 YouTube のことばっかりを考えてしまってる。あと OK 先生の場合はね、たくさんの文章を読んでどういうふうに解説したらいいかを考えて、スマホで撮影してそれを編集するっていうことをやっているんだけど、これって基本的に机に向かってやる仕事ばかり、あんまり体動かさないでしょ。だから運動不足になっちゃうんだよね。健康状態が悪くなったら動画も撮れなくなって、 YouTuber としてやっていけなくなる。だから意識的に運動しないとダメなんです。YouTuber 太りになっちゃうからね、もう腰も痛くなる。だから運動はするようにしてます。週3回は筋トレに行って自分の体を鍛えるようにしている。そういうふうにいろいろ自分で工夫しなければならないんだね。あとね、好きなことを仕事にするのは楽しいけど、趣味が仕事になるともう遊びじゃなくなっちゃって、休みの日もなくずっと動画のことばっかり考えていたりします。
でもね、こんなことを乗り越えていったら YouTuber として強くなれると思うよ。苦労も多いんだけど、そのまた100倍ぐらい楽しめる時もある。だから、もしみんなが YouTuber になってみたい、こういうふうに思っているんだったら、ぜひチャレンジしてみてほしいです。もしみんなが聞きたかったら、この YouTuber の仕事についてもっと話していきたいと思います。またうまくいくコツなんかも K 先生の経験から伝えていきたいと思いますので、コメントをくれると嬉しいです。今日の動画が面白かった、役に立ったって人は、ぜひチャンネル登録してください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。